そもそも1900年代に入ってからのアメリカの戦争はたくさんのための戦争であって、どん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 経済的な位置を作っていく戦いだったんだと。でも日本とは戦争する気はアメリカ人がほとんどなかったんですよ。だって関係ないから、日本がアメリカ人からしてみたら、一部の産業とか経営してる会社とか銀行家とかのためになんで戦争しないといけないんだと。やろうと、もう戦争になって77年学校の教科書に書いてあるのは、あのさっきの大戦が、今日もついさっきまで早知勝さんとですね、私のネット番組を4時間みっちりと撮ってきました。大東亜戦争真実という YouTube ですね、神谷聡平大東亜戦争真実というふうに調べた場合も出てきます。もうですね1年以上撮ってますから、もう放送だけでも100本近く動画上がってるんじゃないでしょうか。大東亜戦争一つ撮ってもですね、語り尽くせないぐらいいろんな背景があるんですよ、ね、それは急に始まったものではなくて、ね、1900年代の初めぐらいからずっと関があってですね、いろんな国際情勢があり、それは日本だけではなくてヨーロッパもしかり、そしてアメリカですよね、日本が戦ったのは。そういった国の情勢もきちっと追っていくとですね、我々が知らなかったことがたくさんあります。僕でも偉そうに言ってますけど、知らないことがまだまだたくさんあります。今日も知らない軍人さんの名前が出てきてですね、バトラーさんっていうんですね、まだ番組なんかで詳しく見てもらいたいですけど、その方がそもそも1900年代に入ってからのアメリカの戦争は、ね、グローバリズムの拡散のための戦争であって、どん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 経済植民地を作っていくための戦いだったんだと、ね、自衛のための戦争ではなくて、正義のための戦争ではなくて、民主主義を広めるためじゃなくて、多国籍企業が銀行家たちが儲けるために戦争をやってるということを一生懸命国内で訴えた軍人さんいらっしゃったんですよ。で、そうやって彼の知名度が上がってくると、金融資本が寄っていって、ね、俺たち担いでやるから、お前、ね、クーデター起こせよというようなことが、実際に1934年にあったそうです。これは皆さん知ってましたか？1934年といえば、ちょうど日本が満州事変でですね、孤立してる頃で、孤立させられた頃ですよ。ね、で、どん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 と日本が追い詰められていく時でしょう。同時期は、ヒットラーやムッソリーニがですね、ファシストだと言われて、ヨーロッパで対抗していく時期ですよ。アメリカでも、そういった、動きがあったわけです。でもこのバトラーさんという人は、それをですね、全部ゲロったんです。ゲロったって言ってるんですよ。みんなに伝えたんです。こういう背景ありますよと。彼が言ってるのは、とにかく、正義のための戦争は、まあ 100% ね、支持はできないにしてもしょうがないと。が、一部の軍需産業とか、ね、そのプランテーションを経営している会社とか、銀行家とかのために、なんで戦争しないといけないんだと。特にあの時期、アメリカが戦ってるの、アメリカ軍を送ってたのは、中南米とか、アジアですよ。ね。そういったところに、ね、送って、人の命がなくなるわけでしょ、アメリカ人の命が。それが、お金のためとか、利権のためだったらおかしいじゃないか、ということを、一生懸命訴えた人がいるっていうことですよ。でも、我々はそういったこと知らないんです。で知らないから、また90年くらいに経ちましたよ、1930年代くらいの。また同じことやってませんか？いつもの手で騙されてませんか？我々は。私たち参政党が伝えたいのはそういう問題提起なんです。本来そういうことはマスコミがやるべきです。いや、もっと言えば学校で教えるべきなんです。でも、もう戦争に負けて77年、学校の教科書に書いてあるのは、あのさっきの大戦、大東亜戦争は日本の侵略戦争だったって書いてあるんです。それのみです。だから、ね、原発を押されたんだ。仕方がないみたいな。そういうことでしょうね。我々が習ってきたのは、ほぼそうなりましたよ。けど、その背景にたくさんの情報があります。そういうのを知っていくと、物事の見方が変わるわけですよ。確かに侵略的な要素が全くなかったとは言いません。ね、日本人と戦って死んじゃった人いますから、そういう人たちの家族からしたら侵略されたと言われても、それは仕方がないですね。だから日本軍や日本政府が全て素人だったとは言いません。しかし日本の側にも言い分があるわけですよね。それを裏付けるようなものもしっかり我々情報として持っておかないと、また同じことで争いに巻き込まれますよ。特に今政治も不安じゃないですか。皆さん、日本の未来、世界の未来が明るいっていう方いらっしゃいます？いないでしょ。ね、さっきの大戦の時、第二次世界大戦の前もそうだったわけですよ。
ね、アメリカでは世界恐慌が起きて、多くの人が 40% ぐらいで失業したんですよね。で、本当に道端で餓死者がいたぐらいですから、アメリカの真ん中で、都市の真ん中で。それがアメリカも大変で、それからフランクリン・ルーズベルトというのが出てきてですね、ニューディール政策をやるわけです、社会主義政策を。でも、結局全然良くならない。なぜか、均衡財政だから。財政出動しなかったからです、ルーズベルトが。そういう公共事業はあるけど、でもそれがちゃんと国民のところに行き渡らなかったから、結局、国民の心の中に不満が溜まるわけですよ。で、その責任が、ね、外に向かっていくと戦争になるわけじゃないですか。ね、でも日本とは戦争する気がアメリカ人はほとんどなかったんですよ。だって関係ないから。日本なんて。アメリカ人からしてみたら。ね、1941年の当時に遡って、アメリカ人考えるとき、日本なんか遠い遠い海の向こうの国ですよ。そうでしょ？そこの国となんでアメリカ人が戦争しないといけないんですか？全く合理性がない。でしょ？ね。じゃあなんで日本は真珠湾攻撃したんですか？これもよくわかんないです。ね、石油止められたってあるでしょ。けど、他にやり方あったんじゃないですか？ロシアの方に石油ありますよ。インドネシアに石油ありますよ。なんでアメリカ相手に戦争しないといけなかったんですか？そういったことをですね、もう一回考えると、今、我々がおかしなことさせられてるでしょ。もう世界中みんな終わってんのに、いまだにマスクつけさせられて、いまだに子供にまで、行きましょうですよ。ね、我々の税金使って、総理が一生懸命 CM で訴えたわけですね。そう一回かかりましたけど、ね、打ってません。ね、いや喉がイガイガするときぐらいはたまにあります。けどそれぐらいです。友達でもかかってる人いますけど、重篤化して、誰か知り合いが死んだってないです。じゃあ逆に周りで何が起きてるか、どんどんがんとかその他の病気で亡くなる人が増えてきました。最近喪中のハガキがよく聞きますね。そういうのって感じませんか？皆さん経済はどうですかね。少しね、今円安になってその影響でね、少し良くなってる会社もあるでしょう。でも全体としては全然良くない。で苦しいのに全然我々のところにお金来ないじゃないですかね。政府は30兆の補正予算を組みましたけど、ね、基金に9兆とか、予備費に5兆とかですね。全然対策になってないですよ。しかも、12月に組んでるから、あともう1、2、3月しかないんですよ。30兆使い切れますか？で、それが直接国民の財布に入りますか？そういう経済政策じゃないですよね。そういうので30兆を使いますよと、一応それだけ積んどいて、で、お金がないから、どうでするんですって。で、理由は防衛費だそうです。確かに世界政治は不安ですよね。不安定ですよね。ね、だから防衛費、必要だと思いますよ。けども、そこで増税ですか？なんで？補正予算あんなに組むお金あったんでしょ？買いまくるお金があるんでしょ？その分回したらいいんじゃないですか？違う。ね？これね、市議会議員の選挙で国政の話してるようだけど、全部繋がってるから言ってるんですよ。こういう一個一個のおかしいと思うことに、おかしいと思わないからみんなが。そして声を上げないから、もうやりたい放題なわけですよ。でもほとんどの人がですね、選挙なんか行っても何も変わらないと思って諦めてるんですよ。この間の茨城の県会議員の選挙もそうでした。我々ね、県会議員は一人、斉藤さんというか落選してしまいましたけど、でも彼が無投票じゃいけないからと、ね、市民に考えてほしい。一生懸命やっても、3割ぐらいしか行かないんですよ、選挙に。結局、考えてくれない。ね、県会議員なんか変わったって何も変わらないと思ってるんでしょう。すぐには変わりませんよ。それは間違いない。けど、変わらないから、やっても無駄だから、自分たちが考えても無駄だから、というふうにして諦めていったら、どん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 相手の思うツボです。我々はそういうのを考えましょうよって言ってるんです。若松さんには八千代市の市議会に入ってもらって、八千代市のおかしいことね、さっきの子供の目標とかマスクもそうですよ、もうそうです。でもその他にもこれだけお金がない、お金がないと言いながら、市の中には使わない予算とかいっぱいあるんですって。税金が余ってるんですって。でそこにまだ一つの利権構造があったりするんですよ。そういうことをしっかりと中に入って
訴えてもらいましょうよ。教えてもらいましょうよ、皆さん。こういう本来のね、有権者の皆さんに、国民の皆さんに、しっかりと政治の実態を伝えるということを政治家がサボりすぎてきましたね。僕も議員でしたから、そうです。僕もそのね、罪を犯してますよ。だって知らなかったから。勉強してなかったから。だからこんなことになってるって思ってなかったんですよ。今ね、そういうことをどんどん、さっきの歴史の話もそう、財政の話もそう。ね、あと食とか医療とかの話もそうですよ。言うと陰謀論って言われますね。でもこれね、ずっとそうなの。さっきのバトラーさんね、1934年にクーデターの頭に担がれそうだったバトラーさんも議会に出て暴露したんですよ。こういう実態ありますよと、ね、裏でお金動いてて国民が戦争に誘導されてますよ、マスコミをグルになってますよというのを言ったら、すぐにニューヨークタイムズに、はい、陰謀論と、まあ陰謀論とは書いてないんですけど、はい、とんでもろを言ってる人がいますというふうに書かれてますね。90年前ですよ。今も昔も一緒ね。で、多くの人はやっぱりそういう大手のメディアとかが言うこと、政府が言うことをそのまま信じちゃうからね。で、気づかないまま終わっていって、でもね、気がつきゃ戦争なわけですよ。で、戦争して国民は疲弊する、人口が減る、町が壊れるけれども、その裏で資産を何倍にも増やす人がいる。今回のもそう、国民は苦しんでる、人が死んでるけど、その裏で資産を何倍にも増やしてる人たちがいっぱいいます。それは陰謀論なんですか、とんでもなんですか。ちゃんと目を見開いて自分の頭で考えたら、そんなのおかしいっていうことに気づくんじゃないんですか。そこから目を背けちゃダメですよ、皆さん。目を背けてほっとくと、もっと状態が悪くなって、ね、で、人間同士が争ったり殺し合ったりするような事態になるんです。それは誰かのせいなんだけど、騙されてる方、考えてない方も悪い。参政党は子供や孫の世代にそういった状態を作り出したくない。だから今我々世代で少しでもこの負の遺産をですね、プラスの方に転じていって、みんなが少しでも安心して暮らせるようにしよう、そういうことを訴えている政党です。そのために皆さんに参加してほしいんです。